館で展示をしている活版印刷自体はやはり70年代ぐらいが一番ピークで、もうほとんど産業としては動いていないのが実際のところです。例えば単純に見て綺麗かどうかというと、そうでない部分もあるんです。どうしても人の手が入ることでムラになってしまうとかデメリットも多いんですけれど、ここに来ていただいて、全ての工程が見えるようになってますので、本ってこんなにいろいろな人の手が入って作られているんだっていうのをやっぱり知っていただきたいと。我々にとっては創業の技術でもありますし、こういった人の手を介在した印刷っていうのを後世に残したい。